美浜町図書館は愛知県知多郡美浜町の公共図書館である。2015年度末時点の蔵書数は159,003冊、2015年度の貸出数は195,091冊である。2015年度の1人当たり蔵書点数は 6.7 点、1人当たり貸出冊数は 8.6 点、1人当たり資料、購入費は353円であり、いずれも愛知県平均を大幅に上回っている。1923年には、知多郡野間村に野間村立奥田図書館が開館した。明治末期から大正時代には多くの地域に図書館が開館しているが、その多くは町立図書館であり、野間村立奥田図書館は知多郡域で初めて開館した村立図書館だった。1999年時点では、町内の5つの公民館で計約 2,000 冊の図書を所蔵していた。少年時代を美浜町で過ごした医師の更井進から、美浜町の子供たちの役に立ててほしいとして、寄付を受け、美浜町は図書館と生涯学習センターの複合施設の建設を計画した。1998年11月に美浜町生涯学習基本構想が策定され、設計コンペによって名古屋市の国部設計を設計者に選出。1999年9月に図書館と生涯学習センターを併設する複合施設の基本設計を終え、2000年から三井建設、興和建設共同企業体によって建物が建設された。幅広い心と教養を育んでもらいたいという気持ちから、武道家の藤平光一によって心育館と命名された。心育館の正面玄関前には、藤平光一が揮毫した石碑が建立され、彫刻家の西川義彦が制作したモニュメントが設置された。2001年10月には施設が完成し、館内の事務所で利用カードの申し込み受付などを開始した。竣工式には、ニール・フック駐日英国総領事が出席し、斉藤光一美浜町長と共に記念植樹を行った。2002年4月2日に、美浜町図書館が開館した。総工費は約9億4,500万円。心育館は鉄骨造り一部鉄筋コンクリート造り2階建ての建物であり、延べ床面積は3108平方メートル、うち図書館部分の床面積は2218平方メートルである。1階が開館時蔵書数5億2,151万冊の図書館であり、2階が研修室などの生涯学習センターである。図書の収容能力は、開価が10万冊、閉価が6万冊、計16万冊である。図書館の開館にあたっては、知多半島の歴史や文化に関する資料、知多郡小野浦出身の過去であり日本人として、初めてイギリスに上陸した音吉に関する資料などを充実させた。図書館は、市街地から離れた場所にあるため、開館と同時に市街地と図書館を結ぶコミュニティバスの運行を開始した。開館前後には職員が全国の図書館を視察しており、特に図書館先進地として知られる滋賀県の図書館を参考にして、子供を対象とした読み聞かせ、腹話術、手品などのイベント、大人を対象とした落語などのイベントを開催している。2003年度の住民1人当たり貸出点数は 9.4 点であり、全国平均の 5.18 点を大きく上回った。愛知県では58自治体中13位であり、知多半島では 10.6 点の竹豊町と 9.6 点の半田市に次いで3位だった。2010年に協力協定を結んだ日本福祉大学附属図書館2006年10月12日には、延べ貸出冊数が100万冊に達したが、100万冊目を借りたのは偶然にも冒険家の長江弘明だった。2006年度の貸出冊数は約22万冊であり、全国の人口同規模自治体の中で20位以内に入った。2007年度の利用者数は 11.4 万人であり、利用カードの登録者数は人口の 50% を超えた。2010年3月24日には、美浜町にキャンパスを置く、日本福祉大学附属図書館と協力協定を結び、両館の資料の図書館間相互貸借を円滑化させた。美浜町図書館は一般書や地域資料など約12万点を所蔵しており、日本福祉大学附属図書館は社会科学の学術書など約55万点を所蔵している。美浜キャンパスにある日本福祉大学附属図書館本館は48万点を所蔵しており、子ども発達学部があることから、絵本も充実している。2010年9月には、延べ入館者数が100万人を超えた。2014年11月には、美浜町出身の実業家である野田豊明、正枝夫妻の寄付によって、大活字本や年配者向けの本を集めた野田文庫が設置された。開館15周年を迎えた2016年には、公募によってマスコットキャラクター、美観くんを設定した。同年7月には、ヤングアダルトコーナーのレイアウトを変更し、TNS に改称した。美浜町における美浜町総合公園の一新、一区間に隣接する美浜町総合公園体育館、愛知県知多郡美浜町は、知多半島の南部にあり、美浜町役場のある旧興和町は、知多湾岸に、日本福祉大学美浜キャンパスのある旧野間町は、伊勢湾岸にある。町の中央部は、知多丘陵と呼ばれる丘陵地帯であり、両岸から等距離の丘陵に、美浜町総合公園が設置された。美浜町総合公園には、心育館の他に、美浜町総合公園体育館、美浜町総合公園グランド、美浜町総合公園テニスコートがある。図書館は、興和地区、野間地区それぞれの市街地から遠く、最寄り駅である名鉄興和線興和駅から約 3km の距離がある。このため、2002年4月の図書館開館に合わせて、コミュニティバス、巡回ミニバスの運行が開始され、興和地区、野間地区それぞれから、公共交通機関で図書館にアクセスする手段が確保されている。心育館の館内は1階が2218平方メートルの図書館、2階が612、平方メートルの生涯学習センターとなっており、生涯学習センターの研修室からは、図書館のフロアを見下ろすことができる。図書館内は V 字型であり、入り口近くがサービスデスク、入り口から向かって、左側が一般書のフロア、入り口から向かって、右側が児童書のフロアとなっている。閲覧席は、書架の外側に集中的に配置されている。美浜町。知多半島後志五町知多半島後志五町の在住、在勤、在学者、または愛知県在住者であれば、考え貸し出しを行うことができる。2014年度の貸し出し者数は 44,785 人だったが、うち 73% に相当する 33,609 人が、美浜町在住者、15% に相当する 7,088 人が、南知多町在住者、4% に相当する1825人が、常滑市在住者、4% に相当する1796人が、竹豊町在住者だった。南知多町在住者の中でも、内海地区在住者が3522人と最も多かった。2002年の開館当初の開館時間は、平日が10時から20時、休日が10時から18時であり、閉館時間を20時としたのは、愛知県の町立図書館では初めてだった。現在の開館時間は平日、休日とも10時から18時である。ありがとうございます。